左から三行目、門をいずれば、すなわちこれ草津。門をいずれば、すなわちこれ草。門にいるも、すなわちこれ草。万里無寸草なり、入の一時、出の一時、斜塔や浮遊徳、那塔や浮遊徳なり。今の破足は方行を待たざれども、これ無限空下なり。誰かこれも無限空下と小作受作せん。進歩や策、逮捕や策、一歩や策、両歩や策なるがゆえに策策なり。天地見覚するがゆえにシード無難なり。いいぎぎ大道大観と苦境すべし、知るべし出生は道に相ていずるなり、入試も道に相ているなり。その自身美心に玉天主会のいいぎ厳然するなり。仏いいぎの一遇を見悟するは、人健根大地なり、人生寺古来なり、人説なり蓮華なり、これ人説蓮華おのおの一遇なり。学人多く思惑、人健根というは、この南仙部衆を言うならんと偽せられ、またこの一子衆を言うならんと偽せられ、ただまた人単一国思いにかかり、日本一国思いに巡るがごとし、また人大地というも、ただ三千大千世界と思うがごとし、わずかに一周一見を思いにかくるがごとし、人大地人健根の文句を三学千個と、三時五時も思い巡らすべし、広きにこそはとて闇ぬることなかれ、この徳道は極大は小に同じ、極小は大に同じの超物仏祖なるなり。大の無にあらざる、小の無にあらざる、微弱に似たりといえども、いい義行物なり、仏仏そその同種する、人健根のいい義、人大地のいい義、共に不造造を変界と三学すべし、変界不造造なるのみにはあらざるなり、これ行物一中の意義なり。仏道を切弱するに、廃生化粧等は仏道の暗示なりといえども、いまだ失笑乱笑等を同種せず、いわんやこの大乱失化粧のほかに、なお小あること無や未健在なり。いかにいわんや大乱失化粧のほかに、大乱失化粧あることを検問各地せんや、今仏仏そその大道には大乱失化粧のほかの大乱失化粧あること、不造造に承伝せり、親密に承伝せり、この道徳聞かず習わず知らず諦めざらんは何の通類なりとかせん。すでに師匠は聞くところなり、師は行くばくかある、師匠には師子あるべきか、また三子二子あるべきか、また五子六子千子万子あるべきか、この通りわずかに微弱線も三学の分なり。しばらく工夫すべし、この師匠種類の中に小はありて死なきものあるべしや、また死のみ丹田にして小を丹田せざるありや、丹小丹死の類の有無必ず三学すべし、わずかに無償の言句を聞いて諦むることなく、新人の工夫を差し置くがごとくするものあり、これ無頓の甚だしきなり、
辛抱頓然の論にも及ばざる竹類と言いぬべし、ゆえいかんとなれば、たとえ無償と聞くというとも、この道徳の意思そもさんなるべし。さらに無物無動無心無滅なるべしや、無無償なるべしや、無北海無発祥なるべしや、無視なるべしやと工夫せず、いたずらに水槽の丹念なるがゆえなり。知るべし、生じは仏道の安理なり、生じは仏家の長度なり、死や容姿なり、名や名徳なり、ゆえに諸仏はこの通則に命名なり、この容姿に徳徳なり、この生じの際に暗からん、誰か何時を何時と言わん、誰か何時を了承達しの勘と言わん、生じに沈めりと聞くべからず、生じにありと知るべからず、生じを生じなりと真珠すべからず、不べすべからず、不知すべからず、あるいは言う。まあそこまでにしてみましょう。今日のところはだいたいこの三丁の裏の、ですね、中ほどにある、しばらく行仏意義に一休あり、そのところからの、続きでですね、その行仏意義の一休っていうの、それの要点を一口に言えば、その一番最後の行に、ゆえに古仏曰く、那変の字を対処してシャリ暗示にキャラいせよ、それが要点ですね。つまりこれについて、あの西愛禅寺の経典にはね、その愚音の大事を諦めて、そして今時問答に安理するじゃっつって、その注釈が出てますがね、結局あのまあ私の言葉で言いや、天地いっぱい永遠の生命をその諦めてですね、そして天地いっぱい永遠の生命の実物をとして今ここに働くっていうことだ。それで、あのその天地いっぱい永遠の生命って、みんな誰でも彼でもね、本当は天地いっぱい永遠の生命生きてるわけですね。どうせ天地いっぱいからあの我々生きてるんだから、いつも言うように天地いっぱいの空気を呼吸し、天地いっぱいからの水を飲み、天地いっぱいからの食べ物を食べてさ、そして天地いっぱいからの命生きてるんですからね、我々。思っても思わなくても、信じても信じなくてもそうなんだから、その大体天地いっぱいからの命生きてるんだけど、それじゃあ天地いっぱい永遠の事故なんだって言って、何にも分かんなくなってるのかっていうのは、もう天地いっぱいべったりなのかっていうと、そうじゃない。そのここにも書いてあるように、その四丁の表の四行目の下のとこから、不見一方不見一物と同弱することながらって、もう何も分かんなくなってぼーっと天地いっぱいだっていう、それだけじゃない。それで社法になくしなり、那法になくしなりと、あちらにもこちらにもですね、行き届いて目を開いてるっていうこと、それが大切だ。でまあそれについて、この前天蔵教訓のね、社頭より那頭を完了して、こっちからあっちを見る、それから那頭より社頭を完了して、向こうからこっちを見て、そして格のごときの工夫をなさば、すなわち文字上一味の善を
領得したなんて、そこに本当に初めてたった一つの生命実物がこのとしての善があるっていうことをこの前も話したんですね。要するにね、これ何言ってるかって、結局天地いっぱいの生命のその生命運転の話だ。どうせ我々天地いっぱいその永遠の生命を我々生きてんだから、その生命においてその自由運転していくってことね。自動車運転と同じように自由運転していくってこと。まあそういうつもりで読んでいくとね、ここに書いてあることが決してよそごとじゃない、自分自身の話っていうことになるわけなんで、結局私自身の話として読まなきゃ何の意味もないからね。それでまた今のところの前のところにある世尊の密語密生密行密布あるなりって書いてある。結局あれなんですね、この密は決して秘密の密じゃない、親密の密だ、私自身の話だってことね。でそれで今日のところに入りますと、門をいずればすなわちこれ草、門にいるもすなわちこれ草、万里無寸草なり、これには天候があるんですね。ワンシー旅行に出てきますが、コスってのは、まあ、見ろっていう意味のことだ。東山主に示して曰く、終所下末近帝あるいは東市あるいは西市と、東山大師がある時主に示して曰くですね、終所って秋の初め、それから夏下末って夏の終わりだ。それでみんな要するに下暗号っていうね、九巡地暗号しますがね、その挙句その貧帝あるいは東あるいは西市と、まあほぼいい今まで集まって修行してたのはその暗夜のと下末になるとみんな暗夜に出かけるわけだ。慈悲にすべからく万里無寸草のところに向かって去るべしと、そのこれからみんな暗夜に出かけるけれど万里無寸草のところへ向かってその行かなきゃならないぞって、その登山大使が言ったんですね。それでもまだみんなわからないもんだから、それでまた言う、ただ万里無寸草のところのごとき その参加さらん、万里無寸草のところって言ったらどういうふうになところに向かっていくのか、分かったかってこういうことだね。と石僧いわく、門をいずればすなわちこれ草って、門を出たらもう草場だらけだ。それからところが今度は太陽がいわく、直に言わん門を入れざるもまたこれ草まんまんちって、門を出ると草だらけ、ところが門出なくても草だらけっていう、そういうあれが則がある。これ我々ね、その全くね、その目を外にして、そ世間に向かって生きるときね、これはまあ引っかかり同士に引っかかってんね。その悪いことは、うん、出会ったり、あるいは嫌な人やつに出会ったり、あるいは美人に出会ってフラフラになったり、あるいはどうしてもこいつは欲しいっていうね、
欲しいものがに出会ったりって言って、まるでこういう衣、大きな衣を着て、それで茨の道行くようなもんだ。どこでもここでも引っかかり同士に引っかかっちゃう。これが門をいずればすなわち草だ。じゃあって言って門を出ないでじっとしていて、それじゃあ草はないのかっていうと、そうじゃない、じっとうちにいながらでもですね、あいつはシャクだシャクだって、シャクに触ってたり、あるいは恋しい恋しいって、人を追っていたりとかね、あるいは問題をどうしようってまたあれしたり、でとにかくね、じっとしていてももうちょっとなんとかなんないかっていつでも我々やっぱり草だらけだ。でそういう大切なのはね、万里無寸草のところに従ってされって言うけどね、万里無寸草のところっていうのはどこにもないもん結局ね。それでところがね、それじゃあ万里無寸草のところっていうのは全くないのかっていうと、そうでない。すべてね、私がいつも言うように生命実物地盤としてって受け取れば、それはもう生命の実物地盤なんで、それで全てが自己の生命の風景でしかないっていうことね。それでそこには要するに目を自分より外のものに向かうから、それで草だらけだけど、全て生命入りの生命っていう生命地盤で受け取れば、その万里無寸草だ、自己の風景だ、まあ理屈で言えばそういうことだ。しかしながら、それじゃあって言ってね、実際に私自身の身に当てはめて、そんなその全て生命の風景って言って見られるかどうかって、これはまたそう簡単じゃない。ところがね、これ頭で考えるから簡単でないんだ。実際に今座禅しちゃえば、これ座禅っていうのが今の行仏意義ですよ。今座禅しちゃえば、そうすればね、一朝直入如来地だ。もう仏さんのところへスパンと飛び込んじゃうんで、で行仏意義厳然だ。これ頭で考えるから、万里無寸草のとこって頭で考えたらもうそら到底いけへんな。そうじゃない、今座禅するって言った時ね、これ座禅っていうのは諸縁を放射し万事を休息して善楽を思わず是非を感せずでしょ、押すと全てやめちゃうんだ。だから外へ向かっても外に向かって万里外へ向かえば門にいずればすなわちこれ草っていう風景じゃない、全てやめちゃってんだからね。それじゃって言ってじっと門にいでざるもまた草かっていうと、今新意識の運転をやめ連想感の識量をやめて差物も測らるって言ってるね。でそういう時は全てこう頭手放ししちゃってる限りね、この時ね百千万の思いが湧き起こってこようとも、その頭手放しのところの手前にはね、その何の草っていう塊がないんだ。これ手放しちゃってんだからね、塊が塊でない、それを塊としてって掴み上げるから塊になっちゃうから、塊じゃない手放しって、それがね万里無寸草です。万里無寸草のところ、
でこれを現状公案の巻ではですね、諸仏諸法の仏法なる自説、すなわち名号あり修行あり生あり死あり諸仏あり修行ありという、要するにその行仏意座禅のところには一つも嫌うべき法がないということだ。全てある通りにある。この名号も修行も生死も諸仏修行もみんなそのあるようにある。しかしながら決して嫌うべき法はない。それでそのまんまがまたあの万法ともに我にあ あらざる自説、惑いなく悟りなく諸仏なく修行なく生なく滅なし、これ万里無寸草だ、そういうことですね。またね、東山大師東山録にこういうことがある。僧と官女到来いかんが回避せんと、しいわく何ぞ無官女のところに向かってさらざる。あのだからね、盆さんが出てきてその暑い寒いっていうのがね、官女到来だ、こういう時どうしてその寒い暑いを逃れましょうかって言って東山大師に聞いたのね。そしたら東山大師がどうして無感情のとこ、その暑い寒いのないとこへ行かないのかって、そしたらいわくいかんがこれ無感情のとこ、暑い寒いのないとこってどんなとこですかって、しいわく漢字は砂利を観察し、熱字は砂利を熱殺す。こうですね。砂利っていうのはね、こうかな。砂利。これにあれするとアジャリっていう、アジャリっていうと盆栽のことですね。つまり寒い時には砂利を観察するっていうのを、その自分自身をまず観察しなきゃダメだっていうのね。から熱心には砂利を熱殺するっていう、お前自身を熱殺しちゃえっていうこと。これに対してね、私は今年の年始上にね、の漢字、私は風を引き、熱字、私は血を吐く、無漢字のところは我がことならず、どっちへどう転んでも御命っていうのそういうあれあの書いて、それでまあ出した、方々に出したけど、の大体ね、この今無寸草のところ、あるいは無感情のところっていうとね、この何か特別にそういうこの無寸草のところ無感情のところっていうのがあるような、特別な そういうところがあるかと思うんですね。それでそういうものを追い求めるから全く見当違いになる。ことにあの漢字砂利を観察し、熱字砂利を熱殺すなんていうとね、この砂利っていうのはね、 この日本人たちは漢字でいくからね、そのこの砂利を考えるそういう漢字がある。いや日本人っていうのは本当にあの頭使わないんだからね、それで何しろ感覚的な感じだけで言ってる。つまり今でも何あの新聞広告見たってカタカナばっかりでしょ、なんだかわけわかんない
そのただああいうカタカナ、英語だかフランス語だかドイツ語だか知らないけど、カタカナばっかり並べてね、そしてあれ、まあ異国情緒を味わってるんだね。そしてその異国情緒だけ味わってるっていう、要するに語、あの音だけ聞いて、そしていかにもあの異国趣味、異国情緒を味わってるだけだ。何はそのあんなカタカナ書いたって、その英語書いてるつもりだろうが英語国民には通用しないだろうし、フランス語書いたってフランス国民には通用しないと思う、あんなカタカナの音じゃ。どうせあれあのアクセントが全く我々と違うんだからね。されたのにあれ、まああのことに服飾関係とかカメラ関係のもの、その広告見ても何やなんだかさっぱり分かんないもんね。ああいうバカなことをやってるのが日本人っていうもんだ。日本人っていうのは頭は全く使わないんだなってつくづく思うね。でただ漢字だけそのあれしてるね。だから今の場合でも漢字には寒い時には砂利を観察するっていう、観察って寒く殺すっていう字ですよ。漢字観察、熱字熱殺、あの殺すっていう字ね。押すとあったこの砂利をっていうと、この砂利、瓦の砂利考えちゃってさ、それでいかにもその瓦の砂利みたいなようになりきるもんだってさ、そのぐらいにみんな考えてる。それだからね、全くその見当外れになる。それでまあ寒中だったらもうすっぱだかになってそしてその寒風の中にさらされてね、俺は砂利になったってそのぐらいになるぐらいの感じで読んでんだね。また熱に熱殺って、またこの暑い時にはさ、このドテラ着込んで、そして焚き火でも当たって、しかも俺は砂利を熱殺したとこう思うような、そういうその五感の響きだ。それでそういう奇妙なことをするのが座禅っていうもんじゃないんだ。それでそういうね、漢字観察、熱字熱殺っていうのはね、そういう生理的自分の話じゃないんだ。生理的自分がその本当は暑かろうが寒かろうが、それから凍死しようが日射病でなろうがですね、生きようが死のうが、どっちへどう転んでも恩命ってね、そこのところ、このそれがつまりその天地いっぱい永遠の生命って、どっちへどう転んでも天地いっぱい永遠の生命なんだっていうね、そのね、それが無感情のところですよ。まあ私その漢字観察、熱に熱殺っていうといかにも厳しい猛修行のところにあるものかって、ね、みんな考えられるからね。私の場合そんなこっちゃね、漢字風を引き、熱に血を吐くもう今度はこの夏はぜひともなんとか血を吐かないようにしなきゃなんないと思って、一生懸命その白縄でも体こすってますがね、あれ、まあ今度は大丈夫だと思ってるんだけど、とにかくそのそういう健康法はね、健康法は健康法、しかしながらその今熱字熱殺、漢字観察っていうのはね、生理的な話じゃない、我々一生の座りの問題だ。一生の座りの問題って言ったら、どっちへどう転んでも大命ってとこがなくちゃダメだ。死のうが生きようがってね、なんとかうまく生きるためにそんっていうの話じゃないんだ。
から今私が人生運転の話って言ったってね、その諸生法の話じゃないんだ、世当たりの話じゃないんだ、この本当のこの人生、生じひっくるめた人生の話だ、ね、生きようが死のうがっていう、そういうところでいかにその運転するかっていう話ね。だからいや失敗したら大概なんとか、大概 の 仏教のね盆さんの話なんかでもよく聞いてとかさ、なんとか言ってっつってね、それでうまく生きる話しちゃうから、そのところがね、人生の話ってのはね、そんなうまく生きる話じゃない、そうじゃない、その事実我々失敗するときは失敗するんだ、で失敗したって言って、それじゃあ失敗したところで人生運転もうしなくていいのかって、そうじゃない、失敗したところでまたいかに人生運転するかっていうのが大切なんだ。ほいでだから人生運転っていうのは成功するため、うまく生きるための話じゃないんだ、そのどっちどう転んでもっていうね、そういう運転の仕方なんだ、そこよく知っとかないとね話間違う。いやことに禅の座禅禅宗の盆さんの話はちょっとすると禅がその生存の役に立つためっていう話になる、座禅するとそのうまく生きられずぞっていう、そういう話になっちゃう、そうでない、今たとえうまくいかない失敗のどん底っていうね、そういうところでもいかに人生運転していくかっていうね、それこそが大切だもん。それでだから万里無寸草のとこっていうのは、そういうどっちへどう転んでも御命っていう、そういうようなとこですね。その時に入の一時出の一時、斜塔や浮遊徳、那塔や浮遊徳なり、このどっちどう転んでも御命、この生命の実物地盤というところじゃ、斜塔と那塔と分かれる以前だ、それから入と出と、入ると出ると分かれる以前ですね。それで今の破足は法行を待たざれども、これ無限空でなり、この破足っていうのはね、今言うようにそのどっちどう転んでもこの全て自己の生命実物地盤だね、だから今出会うところ、今この実物こそ御命だ、今出会ってるところはもうの御命だ、それがだから今出会うところをはっきり覚め覚めて、そして時期へ上等するのがこれ破足ですね。それに対して法行というの、この全てどっちどう転んでも御命っていうの、これはもう頭手放ししてね、どっちどう転んでも御命だ、この頭手放ししてるっていうところが法行だ、頭手放ししてる法行のところにまた今この出会うところが御命だ、これが破足だ、だから決し破足と法行とっていうのはね、これいずれも生命実物地盤をつけるんだ、だから今の破足、だから今この実物こそ御命ってね、冷めて受け取るっていうことはあえてね、どっちどう転んでも御命っていう法行を待たざれどもだ、大体無限空下だ、
つまり生命実物っていうのはね、毎度言うように生命実物って言って何か決まったものがあるんじゃないですよ。いや、私が生命実物っていうのは、まあ、法華経で言えば諸法実相だ。だけどそういうその真の実際とかね、いろいろ言葉は言いますがね、何もそういうのがコロッとこうあるってもんじゃないんだ。私の向こう側にコロッとこういうものがあるって言って、そういう実物じゃないですよ。私とその向こう側のものと分かれる以前という意味で、でそういうものはどういうのかというと、その、まあ、全く雲みたいなもんだ、刻々のもんだ。でそれこそここでも何遍か言うけれど、刻々に色も姿も変化して、二度同じことなく二つ同じものなしと、いずこともなく現れ、いずこともなく消えゆき、雲さながらに虚空に浮かぶっていう私の名詞があるけれど、そのつまり全くみんな雲みたいなもんだ。そしていや、その点私毎日雲を見ながら歩いてるとね、何から何まで雲に見えてきたこれ雲三昧っていうか、その何もかも雲みたいなもんだ。その温度と湿気の加減でふーっと現れるんだ。そして温度と湿気の加減でふーっと消えちゃう。誰だってそうですよ。我々いかにもこう、こういう顔を持っていかにも威張って人間様って言って生きてるけれど、何これやっぱりあれですね、何十年って言ってね、めったに100まで生きないね、こう今度もつくづく感じたの。いっちゃんのお母さんが亡くなったもん。このいっちゃんのお母さんがね、去年の9月の頃にね、まあとても花が好きなもんで、花作ってたらしくて、それで毎日水やってたんですね。ところがちょっとの弾みでもって骨が折れちゃったってやっぱり97、8までなると骨も脆くなってんだね。それで、それから入院したらしいんだけど、入院してから以後食欲がなくなっちゃってね、それで12月26日に亡くなったって言って、で私としてはまあいっちゃんの常ちゃんのお母さんこそね100以上生きる人だってもう決め込んでたからね、あの人が100以上生きないようじゃ俺も生きられないと思ったで、やっぱり100まで生きなかったね。で、つまりね、100年ぐらいの単位で見ると誰もふっと現れふっと消えてくんだね。つまり、まあ泉市栄町さんは今年の6月になると120歳だっていうけど、まあどういう生き方してるもんかな。120まで生きる気になると私まだ50年まだこれからだと思って、これから一旗あげようかと思ってだけど120まではまあ無理だねとにかく、しかしその誰でも彼でもね、結局我々ね、ふっと現れふっと消えていくっていう点は変わらないです。時間ちょっと長くしたって、我々の世界中120年長いと思ってるけど、天井ほっくろ衆の人なんかはもう何十年が一晩、何百年だかが一日だとかって言うからね、そういう目から見たらふっと現れふっと消えてくんだね。でつまりね、そういうのが無限空限です。それで全く跡形なく末梢石っていうね、ふっと現れふっと消えちゃうっていうのは、これも跡形がなくなっちゃうんだから、
それで跡形がなくなってて、私のもうあれだ早稲田のあの同期の学生が何あのだったやつが一生懸命何かって来て帰っての帰ってきたのが言ったけど、その霊魂はあんたは霊魂を信じないかって帰っての手紙帰ってきたから、その霊魂がね、地球もいずれなくなるんだし、それから太陽系宇宙もなくなるだろうし、銀河系宇宙もいずれそのあの消えてなくなる時があったろうけど、そんな時まで霊魂だけ、俺の霊魂だけ漂ってるっていうんじゃちょっと困るし、さりとってその霊魂がまたなくなるんだとしたら、霊魂のその消えてなくなるね、霊魂が死ぬっていう時のことまで考えるんじゃやりきれないから、まあ俺は霊魂不滅説はあの心配しないようにしてるって書いてあったけど、そのつまりね、霊魂って言ってそんな霊魂なんて漂っていられちゃ困るもんその本当にふっと現れ、ふっと消え、それでもってしかも霊魂が現れ、あの幽霊見たってやつがいるもんね。これはまあ、 あの生きてる、あの生きてる同士のそのいわゆる網膜の残影ですね。その網膜、こう雲をこう見てて、クッとやったらまだこう雲の形してるのがあるでしょ。あれが残影だ。結局霊魂不滅と思ってるのはそんなもんだ。いやどうせね、あの本当の生命実物ってのは刻々ですよ。で刻々でそういうのは無限空限。それで誰かこれを無限空限と省略呪釈せん。この省釈呪釈って策を持って策につくっていうのね。策っていうのは誤りっていうことでしょ。大体ね、これその誰かこれを無限空限と省釈呪釈せんという、我々ね大体誤りって言ったらね、その生まれてきたのからして間違ってた間違いがこそ生まれてきてる。これその間違いのないとこっては、まあ、生まれる以前に降ろされたって生まれる以前に下ろしときゃもう間違いないに決まってる。ところが生まれる以前に下ろされなかったもんだから生まれてきちゃった。これがまず策の始めだ。そしてその限り生きてるっていうことは全部間違ってんだ。その間違ってる、その間違ってるところで間違った運転をしていかなくちゃならないっていうのが我々人生だ。つまりそのこの策を持って策にその従事して、そして策として自由運転していくと、それが小策受策です。策を持って策につくで、進歩や策、退歩や策、一歩や策、両歩や策なるがゆえに策策がいる。俺自動車運転でもこのアクセルっていうのね、のアクセルっていうのでこう進むんでしょ。アクセル吹かすのも策だ。からブレーキかけるのも策だ。それから右にハンドル切るのも策だ。左にハンドル切るのも策だ。でどうせどうしなきゃならないって決まったものはない。俺みんな策策だ。それで一歩や策、両歩や策なるがゆえにサクサクなりちゃう。サーギ老子はね、その、字書いたりなんかしたときによくサクサク道人って書いてたね。サクサク道人、その頃さ、私サクサク道人謝って謝ってってどういう意味かなってあれしてた、不思議に思ってたことあったけどね、結局は大体みんなサクサクだ。
で、サクサクっていうのは何かっていうと、その人生運転っていうことです。それで、まあ、私が、まあ、これも何回でも私がここで紹介してるけれど、人生運転の歌っていうのね、私が書いて、マイカーで何千キロを走ろうと、刻々映る風景も出会うところもそれぐるみ、ただ事故のもの、運転は手元足元だ、のびのびと生き生き冷めて安らかに楽しく走ろう、天地いっぱいの事故ってね、これもいい詩だね。自分で方法、誰も褒めてくれないんだしょうがないから自分で褒めちゃうけどね、その結局何千キロ走るって言ったって誰が走るんだ、結局マイカーで、マイカーで何千キロ走るって言っても、それでもその走ってる時に刻々にいろんな風景現れてくるでしょ。そしてまたいろんな風景も現れて出会う。しかしその出会うところもそれぐるみだ、もうただ事故のもの、このもう現れてくる風景、出会うところという、それぐるみが私なんだ。そして運転は手元足元、結局そのアクセルだとかブレーキだとかハンドルだとか、これは手元足元でやってんで、結局はどうせ天地いっぱいの事故なんだから、その風景も出会うところもそれぐるみ私なんだからね。それでそのどっちへどう転んでも御命で、そのどっちへどう転んでも御命っていうところで、のびのびと生き生き冷めて安らかに楽しく走ろう、天地いっぱいの事故だ。このあれが人生運転のね、天地いっぱいの人生運転が大切だ。で、天地見覚するがゆえに指導無難なり、いいぎぎ大道大観と苦境すべし。この天地見覚とか指導無難から大道大観っていうの、みんな新人名の言葉ですがね、天地見覚って言っても天と地と離れてるって言いながら、天は天なりに、天というのは、まあ、地上を覆うものですね。それから地は一切を乗せてるものだ。で、天と地とって言って、天は天なりに、地は地なりに、その全く兼ね合いなしだ。天が地と兼ね合いで天してるんじゃないんだね。天は天なりに天だ。地は天との兼ね合いで地じゃんだ。地はただ地だ。それでそのいなく何なしだ、このそれがシードですね。シード無難、何にも問題ないってこと。ね、いいぎぎ大道大観と苦境すべしだという、結局でね、のびのびと生き生き冷めて安らかに楽しく走ろう、天地いっぱいの事故だ。ゆったりと大道大観というのはゆったりと、指導無難なんだ、どうせ指導無難。この二つに分かれる以前の生命実物っていう点から言ったら、生と死とってね、分かれる以前なんだから、からまた成功と失敗と分かれる以前なんだからね、その倒れたら倒れたところで人生運転しなきゃなんだ、失敗したら失敗したところで人生運転があるべきだ、死んだら死んだところでまた人生運転あるべきなんで、そういうつもりでやってりゃいいんだ。何もそのなんとか死なないように、なんとか失敗しないように、そればっかり考えなくていいんだ。生じその合格不合格すべてひっくるめてその運転していくっていうのが人生運転です。それに対して世当たり運転というのは、何とか世当たりをうまくしようというのが世当たり運転だ。その世当たり運転、何とかうまく世当たりしようと思ってるから失敗であったらもう立ち上がれない。ところがその
そうでないその本当の生命に生きてる限り、この失敗したら失敗としたところでいかに立ち上がるかって、これが大切ですよ。問題はその方が大切なんだと思うね。でまあ私なんかもう初めから地べたに寝っ転がっちゃってるような男で、これ以上落ちようないうまいこと言わねえかうまいこと言って俺は偉いんだぞって頑張ってると、それは失敗っていうのがあれするけど、俺はダメなんだぞって頑張ってるからまあ江戸っ子はそうじゃない、さあ殺してくれって寝っ転がっちゃってるところね、これはもうしょうがない。それでその点ね、うまいことをしようっていうんじゃないところが大切だ。知るべし出生は道に相手いずるなり、入試も道に相手いるなり、その図心美心に玉天主会の意義厳然するなり。いや、だいたいね、生まれて出てくるのもその道にあって出てくるんだね。それからその入試死ぬのも道にあいて死ぬんだ。それで別に特別のことがあるわけじゃない。でその図心美心に玉天主会の意義厳然するなりって、結局ねその得ないの玉の炎天ってことね。これまあ法華経にあるけれど、この得ないの宝珠って書いてあるの、自分がちゃんと持ってる宝ですね。これここからこっちに移そうとこっちに移そうとってね、それは構わない。どうせ自己切りの自己の話だ。でそれが玉天主会の意義厳然するな、要するに不古不来の如来如故だ。だいたい仏教の話は風書風生風滅風空風情でしょ。風造風現のもその生じ生ぜず滅せず赤つかず清からずまさず減らずだもんね。これ出入りなしだ。出入りなしのところにその中に、それじゃあ全くもうべったりその一つのものかっていうとそうじゃない。そこに消滅がある。不生不滅のところに消滅があり、苦情不苦不情のところに苦情があり、それから不増不減のところに増減があると、出入りなしのところに出入りがある。それだから不来不故のところに如来如故だ。出入りないところに、しかしながらあたかも来たるがごとく去るがごとくってね、これだけちょぎって如来っていうのを仏っていうんですよ。だから如来っていうのを言うためには不来不故如来如故ってこれだけ言わなきゃなんねんだ本当はね。それをまあ これだけちょっと一つちょんぎって仏と言ってんだ。で仏意義の一群を兼務するは人健康大地なり人生に古来なり人説なり伝言なり、これ人説伝言おのおの一群なり。仏意義の一群を兼務するはっていうのはね、天地いっぱい生命実物の意義ですね、を今ここに荒らしむるはっていうのは、兼務っていうのは荒らしむるはっていうことだね。人健康大地なりというのが
そりゃそうだ、今私が言うようにその天地いっぱいの自己を生きてんだから。いや、私が天地いっぱいっていうね表現を持ったのはね、もう俊足さんがね、あの安泰寺やってきて坊主になって間もなしの頃、あの秋その安泰寺の庭にね、そのチューリップをあのたくさん植えたらしいんだね。そしたら春になったらそれがまた大きな花ね、真っ赤なのとか真っ黄色なのか、あの黒いのもあったね、それから水色のもあったっていう、まあそういうのがいっぺんに大きな花がニョキニョキ出て咲いて、ね、で、あ、まあ見に来てくださいって言うから私見に行った。そうしたらまあそれみんな咲いて、私それじっと見てて、うん、これ地中の中からみんなこれだけ色が出て鮮やかなね、そのエナメル塗ったような鮮やかな色がこんなに出てくるって不思議だなと思って見てたのね。それで愛したけれど、ただ地中だけじゃなくってこれ植物なんだから、この空気も呼吸してるんだろうし、それから炭酸ガスも吐き出してるんだろうし、やっぱりその光もねあれしてるんだろうしってのこうあれしたら、なにこのチューリップ、天地いっぱいのとこからこういう色は鮮やかな色が出てきたんだなってつくづくその時思ったわけですね。それが私のね天地いっぱいっていうね表現を持ったゆえんだ。それからその雲を見ててこれもふっとこう現れるっていう、これも天地いっぱいなんだな。それで私の天地いっぱいっていう表現がその頃からもう固まったからね。それが人健根大地なりと、仏意の一具を兼務するは人健根大地なり、人生寺こらえないと、これ生寺こらえひっくるめてだ、生寺こらえぐるみその人健根大地です。大体これまあよく考えたら考えてみて不思議ですね。私これあのみんな俺の息は俺がしてるとみんな思ってるんじゃないですか。ところがそうじゃないもの、俺が息しようって言ってみんな息してんじゃなくて、寝る時でも俺息してるんだぞって一生懸命思いながら息してんじゃないもん、手放しでそれでも息してる。そうすると私の息は私がしてるとは言えないもんね。やっぱり私以上の力、それはまあ天地いっぱいからの力だ。でこれまた死ぬっていう場合でもね、生きるのも天地いっぱいからの力だし、死ぬっていうのもこれあれでしょ、俺どうしても今死ねないんだって、死んでも死にきれないんだって頑張っててもそれぐるみ死んじゃうこれもこれね、私が死ぬっちゃわけじゃないね。いや私は自殺できるって言ったって、そういうやつに限って自殺しそうなるからそれでね、そのどうせね、その生きるのも死ぬのもこれあの人生寺古来それぐるみ、あの天地いっぱいからですよ。で人説なり蓮華なりって、この人説ってのは凡夫的世界のことよ。だから蓮華っていうのはいわゆるお浄土の世界だ。でこれ人説蓮華おのおの一部なりの、その凡夫的世界もそれからお浄土の世界もどうせね仏意義の、これ仏意義って天地いっぱいのからのね、その一宮だ、一面なんですね。で役人多く思わず人健根というはこの南千部衆を言うならんと見せられ、
またこの一詩集を言うならんと見せられ、ただまた人単国一国思いにかかり、日本一国思いに巡るがごとし。みんな人健根ちゅうと、みんな気が小さいからね、人健根ちゅうと、まあ今人健根人大地って言ったけど、そうすると、ははこれは南仙部衆のことかなって、南仙部衆っていうのは趣味線のね、